商品レビュー専門の自兵です。CD をもらった。でも聞けない。どうして？最近って CD で聞けなくないですか？パソコン使えばいいだろうと言われそうだけど、新しいパソコン買った人、CD とか DVD のドライブついてないんですよね。高額ドライブついてないです。だから困るんですよね。困ると言っても、時々困るだけですね。まあ普段 CD、DVD ドライブがなくたって困ってないわけですからね。でも時々 CD を再生しないといけない。DVD からインストールしないといけない。客先からデータを DVD でもらう。まあ客先でもらった場合、かけれないよって言って放置するわけにはいかないですからね。絶対に読み込む必要がありますからね。だったらそれを見越してパソコンに CD ドライブをつける。ついてるものを買う。まあそう言ったって、そういうモデルって少ないんですよね。どんどんなくなっていくわけですからね。特にノートパソコン。もうついてないですよ。私のこのパソコンにもついてないです。だからこれで CD 聞けないです。インストールできないです。DVD もインストールできない。ということで便利なもの、セトモから提供いただいた CD、DVD ドライブ、高額ドライブですね。まあ、これがあれば解決です。まあ、あとこれ、一人一台じゃなくて、家族で一台、組織で一台、グループで一台、事務所で一台、会社で一台。大体それでいいんですよね。まあ、すべてのパソコンにつけなくてもいいですからね。高額ドライブがついてるパソコン買うと大きくなる。だからちょっと嫌だ。だから外付けおすすめですね。それさらに外付け、大きく2種類あります。スロットインドライブというものとトレイドライブ。かっこよさから言うとスロットイン。でも実用的、安全性、あとは信頼性を取るとトレイドライブですね。トレイ型です。で、こちらはトレイ型。トレイ型の利点、ボタンを押せば開くところですね。これが安心なんですよね。それ時々 OS の調子が悪くてメディアが取り出せないことがある。この場合でもトレイドライブ式ですと電源に直してボタンを押すだけで開きます。だから取り出せますね。客先からもらった機密性の高い情報、それとまあちょっと個人的に見られたくない DVD とか、そういうものも取り出せますね。だから安心ですよ。 CD 入れる時もこのトレイに乗せる。これで閉める。万が一取り出せなくなった場合はパソコンを再起動した後でイジェクトボタンを押すだけ。これで開きますね。まああとこれのいいところ、ケーブルが直付けです。だから使いたい時にすぐ使います。ケーブルが付いてないものですと、使おうと思った時にケーブルがない、ケーブルどこに行った、誰かケーブル返してないだろう、他の用途でケーブル使ってるだろう、そういうことがあるんですよね。でもこれだったら大丈夫ですよ。ずっと付いてるわけですから。だから時々使う場合のドライブとして嬉しいですね。高額ドライブ、これからどんどん廃止されてきます。ただ CD、DVD とかまだまだ残ってます。その時に読み出しと再生を行いたい場合、こちらがおすすめですね。ちなみに DVD のビデオはパソコン側に再生ソフトが入ってないとダメですね。ここは注意してください。ただ DVD のビデオの場合は普通に DVD プレイヤー使えばいいですからね。セトモの提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。